カナダ。カナダはイギリス海軍のちょうど旧戦艦。しばしば外艦からアイアンデューク旧戦艦の一隻とみなされるが、アイアンデュークの手法は 34.3cm 法に、大使本艦は 35.6cm 法と異なる。船体形状はアイアンデューク級と同じく単線主導型戦隊で、艦首形状はこの頃のイギリス式設計の特徴である。 監視浮力を稼ぐために、推薦下部は、全方向にせり出した形状となっていた。傾斜の全くない監視甲板に35.6センチメートル連装砲塔を、背を意識で2機装備し、2番砲塔基部から、髪型から見て、菱形の上部構造物が始まり、甲板1段分上がって三角柱型の、環境構造を基部として頂上部中段に見張り書を、持つ三脚式の前、 小柱が立っていた。その背後には間隔の狭い二本煙突が立つ。煙突の周りは関西庭置き場となっており、煙突の間に設置されたジブクレー日記により運用された。二本の煙突は前後で大きさが異なっており、一番煙突の断面は円形だが二番煙突は前後に長い小半径をしていた。二番煙突の背後から 中部甲板上に3番手砲塔が後ろ向きに1機、その後ろに後部見張り台と短脚式のミズンが立ち、甘美看尾甲板上に 35.6cm 連装砲塔が後ろ向きに背負い式配置で2機が配置された。船体サイズは主砲に 35.6cm を採用したためにアイアンデューク級よりも船体長を約 11.4m 伸ばし全長は 201m となった。 これは、当時のグランドフリートの戦艦では、最長のエジンコートの20.7メートルに次いで、長かった。また、戦首郎艦班は短くなった代わりに、後部艦班の面積は広くなった。完成当時のイギリス海軍のちょうど級戦艦の中で、本艦は最も全長が長く、均等に配置された、主砲塔配置と、相まって、最も強力かつ見栄えのする戦艦と称された。 本館は1929年から1931年にかけてイギリスのデボンポート造船所にて近代化改装を受けた。外観面では水雷防御を強化すべく船体の水栓部にバルチを追加したために艦幅は31.4メートルとなり、排水量も常備28,662トン、満載32,800トンへと増加した。 老朽化した機関もボイラーが重油潜水管艦へ乾燥されて、推進機関もギヤードタービンとなったが、煙突の本数は変わらなかった。この時に 7.6cm 速射砲2機を撤去し、対空火器として 10.2cm45 口径、広角砲、単装砲がで環境の側面と後部マストの側面に、片元1機ずつの4機を追加した。 1932年に、カタパルト1機とフェアリー E 型水蒸気1機を搭載した。1938年に、ビッカーズ 4cm39 口径、炭素ポンポン砲を炭素砲がで2機と、オチキス 13.2mm76 口径、機関銃を炭素砲がで2機を追加した。1944年に、カタパルトと水蒸気を撤去し、 13.2mm 単装機銃4丁を追加した。1950年代に 4cm ポンポン砲をすべてと 13.2mm 単装機銃すべてと 53.3cm 水中魚雷発射管4門を撤去し、エリコン 2cm 70後継機関砲を単装砲がで19機を搭載し、SG 型対空レーダーを装備した。本艦の手砲には、 新設計のマーク I35.6cm45 後継砲を採用した。その性能は重量 719kg の砲弾を最大行角20度で 22,310m まで届かせることができた。この砲を連装砲塔に収めた。不要能力は行角20度、深く三度である。旋回角度は1番2番4番5番四砲塔は 船体守備線方向を0度として、左右150度の広い旋回角度を持っていたが、2番煙突と、水ん基部に囲まれた3番主砲塔の未完備方向を0度として、左右15度の四角があった。主砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に水圧で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分2発である。 本艦の副砲は当初の設計では4.7インチ砲22門の予定であったが火力不足であるとして6インチ砲に変更された。当時のイギリス戦艦には15.2センチメートル砲は搭載されていなかったため本艦のために新たにマークセンテン十1 5 2センチメートル50口径砲が開発された。性能は不要能力は行角15度、深角7度である。 旋回角度は160度の広い旋回角度を持っていた。主方針の不良、旋回、装填は人力を必要とした。発射速度は毎分後から7発である。これを単装砲画で16機、16門を搭載した。搭載位置は環境の左右と選首楼甲板に片元2機系4機、その下に片元4機系8機を配置し、水ンの基部に、 後ろ向きで、片原2機計4機を配置した。しかし、水ん基部の4門は、位置が低いために、波浪被害も、去ることながら、3番手砲塔の爆風被害を直接、受けるため、あとに1917年頃に撤去され、副砲は12門となった。その他に、陸上からの爆撃機への対応として、7 6 2トル。 45口径広角砲を後部見張り台の全部に、単装砲がで、片面1機ずつ、並列配置で、計2機を配置した。耐水雷艇用に 47mm、単装速射砲を4機、45cm、水中魚雷発射管単装4機4門を搭載した。魚雷発射管の配置は、1番砲塔の左右に1門ずつ、計2門、5番砲塔基部に左右1門ずつ、 計2問を配置した。防御方式は、当時の主流として、全体防御方式を採用しており、監視艦班艦半ばから、完備艦班艦、中部までの原則全体を覆っていた。一番手法等から五番手法等にかけての水線部の、装甲圧は 229mm であった。艦班部の水平防御については、主防御艦班の装甲圧は 102mm である。 防御能力的には、アイアンデューク級が原則 305mm 装甲を持ち、土球戦艦のコロッサス級でさえ 279mm 装甲を施されていくことを考えれば、本艦の原則防御はかなり見劣りがする。反面速力はアイアンデューク級より有速であり、巡洋戦艦的な性格の艦である。当初はチリ海軍によって、 リベルターとして議会に建造が承認されたが、その後発注段階において解明されバルパライソとして、アームストロング社に発注された。1911年11月に寄稿されたが、浸水前に、フアンホセラトーレ提督に敬意を表して、アルミランテラトーレ、アルメロンテラトーレイと解明された。第一次世界大戦勃発時には、未完成状態であったが、1914年9月に、 イギリス政府によって購入され、カナダと改名された。収益後は、グランドフリートの第四戦隊に所属し、1916年のユトランド沖海戦に参加した。その後は、第一戦隊に所属する。戦後の1919 19年から1920年8月まで、デボンポート造船所で戦訓に基づき、平ら防御強化をはじめとする近代化改修が行われた。 本艦は改修中の1919 19年にチリに売却され、アルミランテラトーレ、アルメロンテラトーレイの艦名で1921年2月から収益した。なお、アルミランテラトーレがイギリス政府に購入された際、船体が建造中であった姉妹艦のアルミランテコクランも共に購入されている。しかしながら、アルミランテコクランは戦艦としては完成せず、 航空母艦イーグルとして完成したため、チリ海軍には売却されなかった。ちなみに、当時の南米は、アルゼンチンとブラジルが土球戦艦2隻を保有しており、チリがちょうど急戦艦2隻を保有することはバランスを崩す可能性があったのだが、結果として、チリ海軍はちょうど急戦艦を1隻のみ保有することとなり、軍事バランスが均衡することになった。 イーグルは1942年に戦没している。1931年9月、アルミランテラ・トーレの乗組員は、賃金カットに抗議して、反乱に参加した、艦隊の反乱。その後も地理海軍での近代化回収によって、アルミランテラ・トーレは1958年まで、現役任務継続することができた。アルミランテラ・トーレは1958年に、売却。 1959年に日本でスクラップとして廃棄されたが、当時最後まで残った第一次世界大戦参加艦の一席でもあった。本艦の部品はミカサが復元される際に、チリ政府より寄贈された。ミカサもイギリスで建造された艦であり、カナダはミカサよりも10年以上後に建造されたものの、多くの部分で共通点があった。建造した会社は異なるものの、 同じギリス製で、比較的年代の近い軍艦だと互換性のある部品や同じ規格の装備が使われているケースが多かったからで、ある。実際、上記の通り、ミカサを建造したビッカーズ社製の砲台も装備していた時期もあった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。